激辛ジョニーです。今日もみんなのお尻に火をつけちゃうぞ。やってきました。今回ですね、久しぶりに室内系の動画をやろうかなと思いましてですね。で、今回ですね、まあ、タイトルにはあると思うんですけど、やっぱ激辛って言ったらね、これは外せないです。こちらをご用意しました。じゃじゃん！ 18 禁カレーと。で、こちらですね、この前ですね、ご飯会の時にですね、これをちょっとね、お土産としていただいたので、これはね、動画のネタにせずにはいられないということで、今回はこの18禁カレーをチャレンジしたいと思います。これね、裏見るとやばいんですよ、これ。あ、こっちか、裏。18禁辛すぎますので、18歳未満食べるの禁止と。決して一人の時は食べないでください。なんでやばいのかな、これ。ねえ、辛さに弱い方はもちろん、中途半端に強い方も食べないでくださいと。中途半端に強い方も軽はずみで食べちゃいけないと、これ。やばいですね。このカレーは世界最強レベルの辛いもの好きの方のために開発した商品ですと。おー、ありがとうございます。ジョニーのために作られたようなカレーですよ、これ。こら、楽しみだ。これやばいね。万一目に入った場合に大量の水で洗い流して、直ちに医師の手当てを受けてくださいと。これ食べ物か。大丈夫か。それぐらい危険と。スコビル値を事前に調べたんですけど、これなんと、破格の100万スコビル。100万スコビルですよ。やばくないですこれ。100万スコビルって結構な辛さです。正直こういうなんかレトルト食品って、まあ別にそんな辛くないんじゃないかなと思ってて、セブンイレブンとかで激辛商品とかコンビニでこういうなんかレトルト系とか食べたことあるんですけど、別にそんな言うほど辛くないなっていうのが正直なところなんですよ。やっぱり店舗で食べる方が一番辛いなと思ってるんで、まあこれもレトルトの部類に入るので、さらりと今日は食べて、涼しい顔で美味しくいただきたいなと思います。よし。そしたらご飯を用意してこようかな。あ、ご飯ですよ。ご飯ですよ。はい、ご飯が炊き上がりましたよ。あ、俺、熱いな、熱いな。里のご飯を、炊き上げてきましたと。この18禁カレーを、ぶっかけたいと思います。来ました。18歳以上開封可能と。私18歳以上なんでね。じゃあ開封しまーす。中身こんな感じなんですけど。すごい。うわ、なんか赤い唐辛子みたいなの入ってる。やばそう。これ大丈夫かな？よーし。あ、匂いがね、ハバネロ臭がしますけど、これ。じゃあね、早速実食したいと思います。いただきます。さあ、18禁カレーさん、お手並み拝見と。行きましょう。怖いな。まあでもレトルトですからね。そんな大したことないと思うんですけど。あ、カレー！なんかお店で食べる辛さと同じぐらいの。いや、そこら辺で店で、いや、カレーレトルトカレーだからってちょっと舐めてましたけど、カレーな、これ。得体の知れないなんか赤い唐辛子みたいなの入ってますけど。これやばいな。レトルトにしてはレベル高いな。てかむしろ店舗で食べる激辛カレーより結構辛いわ、これ。うん。いや、お肉が大ぶりでうまいな、これ。うん。パンチ力あるわ。うん。ご飯行き過ぎてもうルーしか残ってない。これまずいな。ちょっとご飯足そう。やばい。カレー。わあ、カレー。やばい。なんか冷蔵庫になんかチャーハンみたいなのがあったんで、これ。大丈夫かな、これ食って。ちょっとお兄さんちいるんですけど。これちょっとチャーハン投入。これルーだけいくとはまずいな、これ。これ大丈夫かな、このチャーハン。逆にこっちでお腹壊しそうだけど。水飲みたくなるんですけど、これ水飲んだら死ぬな。今もう深夜の3時なんですけど、こんな刺激の強い辛い料理食べたら、この後確実に寝れなくなりますよ。これ結構レベル高いな。汗がやばいよ、もうこれも一瞬でこのざまですよ、びっちょんこ。レトルトごときにまさかビッチョンコを使うとは思わなかった。やばい、これもうこの段階で今まで食べたレトルト食品の中で一番辛い、ダントツに辛い。苦戦しておりますが、熱帯所にレトルト食品ごときにね、こんな手こずってはいられない。いただきます。辛いけどチャーハンうまい。これチャーハン大丈夫かな。ハバネロ系の辛さですね。レトルトにしては結構なんかこういう具材がしっかりしてますね。鶏皮ですかね。もうちょいですね。もうちょいです。全然激辛と関係ないですけど、このチャーハンのお焦げがまあうまそう。あれ、ごちそうさまでした。辛かった。辛い。やば、もうお腹が熱い。お腹が熱い、もう。ダメです。はい。辛い。はい。というわけで、18金カレー食べ終わったんですけど、想像以上に辛かったです。なかなかレトルト食品でここまで辛いのが、いや、これ初めてです。むしろ、お店でよく食べる激辛カレーより、そこら辺のより全然辛い。100万すこびる恐るべし。勝手になんか冷蔵庫のやつ、食べちゃったんですけど、チャーハン美味しかった、チャーハン。チャーハンに救われましたね、チャーハンに。辛さレベルの発表をしていきたいと思います。18金カレー、辛さレベル。じゃーん、じゃじゃん。辛さレベル8でーす。おめでとうございまーす。辛さレベル8です。ギリギリ美味しく食べないか美味しく食べないかぐらいのラインです。カレールーだけ食べろって言われたらちょっときついです。躊躇します。ただやっぱね、ご飯があったらまあちょっとギリギリ美味しく食べられる量かなと思います。もしこの挑戦に高評価の方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんでフォローお願いしまーす。まあ結果的にチャーハンが一番美味しかった。ダウンか。チャンネル登録。